建築家の仕事、住宅とかビルとかお店とか、建ってるものは何でもデザインしたいというのが建築家です。めちゃくちゃ楽しい仕事なんです。例えばすごいちっちゃな公衆トイレ、めちゃめちゃ大きな国立競技場とか、そういうのも全部デザインしたいんです。たまにはコンペの時と形変わっとるやんけとかですね、予算がなんか大きくなってねえか、いろんなこと言われます。辛い時もあります。でもやっぱり根本的に楽しいんです。なんで楽しいって言えるか、まあ僕たち建物を作るって言いますけど、実際には毎日毎日徹夜をして何してるかと言いますと、模型を作っています。模型を作ったり壊したり、いくつも作って並べてみたり、もうそれが楽しいんです。模型作ったり壊したりするから、いろいろ言われてもストレスはたまりません。でも模型を作ったり壊したり、もうそれで楽しくやってるうちにプロジェクトがなくなっちゃうことはよくあります。ですから実際の作品よりも作った模型の数は圧倒的に多いです。同時に僕は大学で先生もしています。でも実際にやってることは変わりません。こうやって学生さんたちがやってきて、自分たちのプロジェクトの模型を説明してくれるんですね。大体僕がやることといったら模型を壊すんです。いい表情ですよね。でも壊すことによって、構造的にどこら辺に課題があるんだとか、もっと可能性があるんじゃないかとかですね、アイデアを育てていくことができるんです。今日はそういう模型の話をしたいと思うんです。皆さんは建築の模型っていうと、大きなビルのロビーにあるきれいな完成模型、あるいは博物館の展示されている街のジオラマ模型、そういうものを想像するかもしれません。ああいうのは見せるための模型なんですね。プロがすごく器用な技できれいに作って、これはもちろん壊したらダメですよ。ですが僕らが普段付き合うのは、作ったり壊したりアイデアを育てるための使う模型なんです。今日は特に私たちが暮らしている街の模型を作って使う、その思わぬ効果の話をしたいと思います。このことを僕たちは東日本大震災の復興支援の中で教わったんです。2011年3月11日、この時僕は神戸にいて、テレビの画面から長い間かけてできてきた町や村が一瞬にしてなくなってしまう、津波で一瞬にして流されてしまう、その光景を目の当たりにしました。建築を一生の仕事にしようと思って頑張っている僕にとっては非常に大きな衝撃でした。実は仙台から神戸に引っ越してきて1年目のことでした。ちょうど初めて受け持った学生たちを卒業式で送り出す直前の出来事で、学生たちにとっても建築に夢を抱いて学んできた彼らが目にする光景としてはあまりに過酷だなと思ったんです。同時に僕が6年半お世話になってきた東北の皆さん、今そういう状況になってどんな声をかけたらいいのかな。建築で人の心を癒すっていうのはどうやってやったらいいんだろうと、その時考えました。ちょうど
その年の2週間後、3月24日、大学の卒業式の後で小さなパーティーを学生たちと開きました。その中で建築に人を癒すことができるんだろうか、建築学生に被災地の皆さんのためにできることって何かあるんだろうか、そういうことを話し合いました。その中で出てきたアイデアが町を模型で復元するということ、それをみんなで作るということ、作ったものを被災地の皆さんに見てもらうということ、この単純な3つのことでした。私たちはこのプロジェクトを失われた町模型復元プロジェクトと呼んで、全国の建築家や建築学生皆さんと一緒になってこれまで5年間続けてきています。今日はここに実物を一つ持ってきました。これは仙台市の荒浜という海岸の震災前の模型です。海沿いに防風林があって、その背後に住宅がたくさん広がっている風景です。私が仙台にいた頃、学生たちとこの海岸でよくバーベキューしました。非常に愛着のある場所です。でも今は津波で全て流されて影も形もありません。東日本大震災で津波の被害を受けたエリアは南北で550キロにわたります。そこにたくさんの町や集落がありました。この模型は1メートル四方で作られています。縮尺は500分の1という縮尺です。一辺が500メートルですから、500メートル四方というと皆さんどうですか、まあ散歩して歩き回るような、そういうご近所の空間です。この模型で換算すると、東日本大震災で津波で被災をした市街地、人が住んでいた場所は約1000個分ぐらいになります。この模型は4、5人の大学院生が2週間かかって作り上げるような代物です。1000個というととんでもない数ですよね。実際に模型でも大変なんだから、本当の復興っていうのは計り知れないエネルギーがかかる、そういうものだと感じています。僕たちは全国の学生さんに声をかけて5年間およそ4割ぐらいの部分を作った計算になります。関わった学生は延べで言うともう1000人を超えています。それでもまだ全体を作るには至っていません。この作った白い模型を現地に持っていくとですね、実際に被災地の人たちは津波で夏ずっと住んできた町がなくなってしまっているから、そこに住んでいるわけじゃない、思い出そうにもそこに町の景色がないので、そこで住んでいた頃のことをなかなか思い出すのができない、なので模型を見ると皆さん口々に、ここが私の家だ、この道をよく通ったんだよね、ここから桜が見えて春には毎年ここでピクニックしてたんだよね、いろんな話が出てきます。盛り上がってくるともう話が聞こえなくなるぐらい賑やかに、時には笑い声すら聞こえるような、そういう展示会になります。中には震災のショックで津波の直前のこと、それまでのこと、もう思い出せないってなってしまっていたおばあさんが模型を覗き込むことで思い出を取り戻す、そういったシーンも見られました。学生たちが作った白い模型を囲んで地域の皆さんからたくさんの思い出を聞くわけですが、それらを小さな透明な旗に書いてその場所に立てていきます。また
白い模型の家の屋根は住んでいた方々にご自身の屋根の色を塗ってもらいます。1週間かけて白かった模型は皆さんの思い出が乗った懐かしい風景に変わっていきます。時にはご夫婦で来られた方が屋根の色でちょっと喧嘩になっちゃうこともあります。何色だったっけ、青でしょう、いや黒だみたいな話ですねこの岩手県太郎町の模型の風景ですけれども、小学校の校庭で毎年行われていた運動会、そこで毎年集落対抗で応援合戦をしていたその時の風景を模型に追加して再現しました。地図や航空写真では載っていないような街のさまざまな風景がこの模型の上にどんどん載っていきます。これを僕たちは記憶の街ワークショップと呼んで、これまでに44の地域で行っています。一つ例を紹介します。岩手県の大槌町、二つの川に挟まれて中心部にとても可愛らしい町が作られていた地域です。ご覧のように津波で何もかもなくなってしまいました。この部分を大学で3メートル ×3 メートル9ピクセルの白い模型を作って地域に運びました。1週間のワークショップでこのように色とりどりの懐かしい大槌の風景がよみがえりました。模型を覗き込むと、毎年秋になると遡ってくる鮭を大漁を記念して行われていた鮭祭りの光景が再現されています。この模型をご覧になった住民の方がまた連鎖的に別な思い出を思い出されます。大槌には自噴する地下から自噴する湧水が井戸となって何十箇所と町中にあって、そのことがこの大槌の中心街にだけ井戸端会議をする文化というものを作っていた、そのことがこのワークショップからも分かりました。住民の方もこの模型を囲んでいろいろお話しすることで、この地域が持っていた魅力や特徴、そういうものを再認識するんです。これは陸前高田の町を再現したワークショップの模型です。この模型の上には5000本を超える旗が立っています。もはや模型というより本当の街のようだと思いませんか。実際の街は津波で壊されてしまったし、これから新しく作られる街は以前のものとは随分変わったものになってしまう。自分たちは街を失ってしまった。でもこの模型の上に1000名以上の来場者の皆さんから思い出されて記録された思い出が作る風景は、これは本当の街と言ってもいいんじゃないか、そんなふうに思うわけです。街は学生たちが作った見せる模型、住民の皆さんと一緒に作り変えたり色を塗ったり使うプロセスを経て本当の街のようになってしまった。街はハードの建物とか道路とかそういうものでできているんですけれども、でももう一方で街はそこに住んできた皆さんの記憶でできていると言ってもいいんじゃないか、そんなことをこのワークショップから私たちは学びました。皆さんどうでしょう、これ被災地だけの話じゃないんじゃないかなって思いませんか。例えば皆さんが住まわれている
地域でこのワークショップをやったら皆さんはどんな旗をどこに立てようと思いますか。またどういう人にどんな話聞いてみたいなっていうふうに考えますか。毎日顔を合わせているご家族、あるいは毎日すれ違う近所の人、なかなか町の話をする機会はそんなに多くあるもんじゃないと思います。でも模型を囲むと自然といろんな話が出てきます。皆さんの身近な人が意外ないい場所を知ってるかもしれません。いろんな町の記憶を聞いているうちにだんだんその町が好きになっていきます。みんなの町の記憶は町の宝物です。町をみんなで作るための宝物、それをシェアすることで町を作っていくアクションは自然に生まれてくる、そんなふうに思いませんか。町の未来を作るのは市長さんじゃありません。建築家でもありません。町の未来を作るのはそこに住んでいる私たち、そう思うんですね。ぜひ皆さん考えてみていただければと思います。ありがとうございました。